どうもこんにちは、大峰です。今回はいよいよラスト。高価格帯の極小を見ていきますが、デジタル一眼レフタイプ以上に高画質のカメラも存在するこの価格帯。どんなカメラを取り上げるのか、それは見てのお楽しみ。3回に分けてお届けしてきたコンパクトデジカメランキング、最後は高価格帯の機種を紹介していきます。価格が高くなってくると画質や機能が向上する反面、安価なデジカメとは違い操作も複雑になりがち。その分自分に合ったカメラを見つけるという作業が難しく、初めて購入される方には敷居が高いかもしれませんが、この動画を見れば自分に合った1台を見つけられることと思います。なお表記している価格は編集時点での価格コムを参考にしています。購入される時期により価格が変動する可能性があることをご了承ください。それではまず最初は富士フィルム X70 を見ていきます。 X70 はズーム機能のない単焦点タイプのカメラです。ズーム機能は便利ですが、その代わり単焦点に比べるとどうしても画質が落ちてしまうので、そういう意味では X70 はズーム機能という利便性を捨てる代わりに高画質を徹底的に追求しているカメラで、さらに画質を決める上でレンズ同様に重要な撮像素子が APS-C というサイズになっています。これは一眼レフタイプを含めてもかなり大型の撮像素子で、一般的なコンパクトタイプのものよりもダイナミックレンジが広かったり、ノイズに強かったり、さらに写真の表現方法の一つである被写界深度に深く関係していたりと良いことだらけ。その画質はサンプルや各レビューサイトで確認する限りでは、この後紹介していく GR2 よりわずかに上。単焦点と大型撮像素子タイプならではのキレがあり、濁りのない画質で下手な一眼レフタイプでは太刀打ちできません。動画性能に関してはビットレートは不明ながらもフル HD の 60p まで撮影できるので、映像制作にも十分使用可能です。その他の機能としては自撮り、いわゆるセルフィーが可能、スマートフォンとも連携できるので SNS などを利用している方にも強くお勧めできる素晴らしいカメラです。ただそのチルト式の液晶モニターは厚みがあり、そのせいで十字キーが押しづらくなっていて操作しづらいと感じました。それでは次にパナソニックルミックス DMC-TX1 です。コンパクトタイプのカメラではまだ多くない 4K 撮影機能を搭載した DMC-TX1。 今回取り上げた極小の中では DMC-TX1 の他に DSC-RX100M4 の2機種だけとなっていますが、動画性能を大幅に進化させてきた DSC-RX100M4 とは違い、 DMC-TX1 は動画性能に特化しているということはなく、その 4K 撮影性能を 4K フォトやフォーカスセレクトなどの撮影機能に活用している印象を受けます。画質はローパスレスですが、それなりでそこそこのスチル画質と高い動画性能、そして高倍率ズームを生かした活用範囲の広さといった高いレベルでバランスの取れたカメラになっています。それと嬉しいことに、この DMC-TX1 には電子ファインダー、いわゆる EVF が搭載されています。ただ便利なだけではなく、撮影という行為自体が楽しくなる機能なので、これがあるかないかということは個人的にかなり重要なポイントとなっているんですが、この DMC-TX1 の EVF は液晶モニターと色味がだいぶ違っていて使い勝手が良くありません。EVF はおまけ程度、あくまでも構図やフォーカスの確認だけに留めておいた方が良さそうです。次はリコー GR2 を見ていきます。 X70 と同じく APS-C という非常に大きな撮像素子を搭載する GR2、 単焦点であったりローパスレスなところも同じですが、液晶モニターが固定式なのとタッチパネルには非対応などといった違いがあります。もちろん APS-C なだけに画質は X70 を除いた3機種をはるかに上回る GR2。 個人的には X70 の方が画質は若干上かと思いましたが、その質感や構えた時の安定感、押しやすくレスポンスの良い操作性などが素晴らしく、下手な一眼レフやミラーレス機を寄せ付けない魅力的なカメラに仕上がっています。動画性能に関しては残念ながら5機種の中では最も低く、そこを重視している方には向いていないカメラです。なお GR2 から携帯電話と連携して撮影したデータをスマートフォンなどに送信することができるようになり、気軽に撮った超高画質なスナップショットをすぐに SNS などにアップロードできるようになったところも結構大きなポイントなんじゃないかなと思っています。次にソニーサイバーショット DSC-RX100M4 を見ていきます。 DSC-RX100M4 は撮像素子が1インチタイプということもあり、スチルの画質に関しては平均的ですが、見るべきところはそこではなく動画性能と S-Log2 ガンマです。コンパクトタイプではまだそれほど試練のない 4K 撮影機能だけでなく、最大 960fps というハイスピード動画、そこへもともとソニーの業務用カメラにしか搭載されていなかった S-Log2 を搭載しているのが最大のポイント。この S-Log2 に関しては以前この番組で紹介しましたが、とにかく強力。専用のアプリを使った編集を必要とするため、一般の方が使うには少しハードルの高い機能ですが、映像作品を作ろうと考えている方にとっては強い味方となってくれること間違いなしです。ただその強力な動画撮影性能のためか、一部では本体が熱くなりやすいといった話が出ていることと、
価格が高すぎることが欠点といえば欠点かもしれません。ついでに今回の配信にあたり全ての機種を使ってみましたが、 EVF を使った撮影が非常に快適なことと、意外なことにオートフォーカスがかなり優秀で、5機種の中で最も狙い通りの場所に素早くピントを合わせることができたということを付け加えておきます。それでは最後、キャノンパワーショット G7X Mark II を見ていきます。他の4機種と比べて突出した部分の見当たらないパワーショット G7X Mark II ですが、全体的に非常にバランスの良いカメラに仕上がっています。前のモデルでも評価の高いカメラでしたが、手ブレ補正能力やノイズ耐性、連写性能など全体的にかなり進化していて、好きらしい好きが見当たりません。操作方法はパワーショット G9X と同様のタッチパネルに加え、ホイールを使って快適に操作できます。動画性能に関しては性能はそれほど高くないのと、そのビットレートが低いため映像作品を作るという用途には向きませんが、オールマイティに扱えてデザインもいい、そんなナイスなカメラです。相変わらず公式サイトには等倍サイズのサンプル画像は掲載されていませんが、各種レビュー記事で確認する限りでは画質も悪くなく十分満足できるものになっています。価格も極視中最も安いのもポイント高し、誰にでも勧めやすいカメラです。いかがでしたでしょうか。さすがにこのクラスになると画質はどれも一定水準を超えています。その中でスチル性能は X70 と GR2 が突出し、動画性能は DMC-TX1 と DSC-RX100M4 が突出する形となりました。動画化スチルか、目的を持った方には選びやすい価格帯ではありますが、その分使う人を選ぶことになるので、パワーショット G7X のようなオールマイティで扱いやすいカメラを選ぶという選択もありかなと思います。僕がこの5機種の中から選ぶなら、3位が GR2、2位がルミックス DMC-TX1、そして第1位がサイバーショット DSC-RX100M4 となります。個人的にこのクラスのカメラに求めるのは携帯性や動画性能なので、こんな結果になりますが、 DSC-RX100M4 の強力な動画性能と S-Log2 は本当に魅力的で、これだけの理由で1位にしたと言っても過言ではありません。3位の GR2 ですが、画質は X70 とほぼ同等となり、シャッター速度や連写性能、動画性能では X70 が上なので迷ったんですが、使い勝手の差や重量、何より使って楽しいかということなどを考えて選びました。最後に今回紹介した5機種、皆さんならどれを購入するでしょうか。この動画の右上にアンケートを設けておいたので、ぜひ自分の気になるデジカメにチェックを入れてみてください。以上です。次回はミラーレスや一眼レフタイプのカメラを見ていきたいと思います。またお会いしましょう。さようなら。皆様は YouTube だけじゃなく、ポッドキャストでも配信中。YouTube 番組とは違った話題をメンバーとアーダコーダで喋ってます。一度登録すれば自動で受信できる便利なポッドキャスト、配信日は毎週火曜日。今すぐここからアクセス。